私の方からもちょっと一言だけお話しさせていただきます。まずは、ショパンの珍しい作曲上のお弟子様、ピアノのお弟子様たくさんいらっしゃいましたけれども、作曲のお弟子様は本当にあまり聞いたことのない、方で、15歳でも亡くなってしまったカール・フリチューさんという、方ですね。でこの方の作品を本日3曲演奏いたします。ノクターン、そして、船歌、あとは即興曲。プログラムは本日第2番と載せてございますけれども、実はショパンがご自身の即興曲第3番を聴いて書き写して、でなおかつ自分のスタイルで書いて自分に見せるようにというふうにフィルチューに課題を出したことがあるんですね。でとてもそれが珍しいことで、その、課題を受けて出来上がったのが実は即興曲1番という曲になります。ですので本日は2番の代わりに1番を演奏いたしまして、その後すぐにショパンのもともとの原曲であります即興曲3番を演奏させていただきます。調整も全く同じ調整なのですが、そのフィルチュが作曲した曲にショパンの直筆の作曲上のアドバイスが書いてあったりするんですね。こういうことって本当になかなかこのような、企画でないとできないことですので、ぜひその対比をお聞きいただけたらと思います。ショパンに移りまして、その協力3番、そしてノクターン15番ですね。で最後船歌を演奏いたしますけれども、その船歌とつながりますのが、次に演奏いたしますフォーレの船歌第5番という作品です。船歌第5番はショパンの船歌とほぼ同じ調整、ほぼと申しますのは、同じこの音を主題した調音ですが、長調と短調というのがございまして、最後はショパンと同じ長調で終わるのですが、初めはちょっと短調で始まります。ですけれども、ほぼ同じ調を持ったショパンの船歌に、匹敵しうることの本当に自由で技術性の高い作品だと思います。この船歌の前に第4番、フォーレですね、ご演奏させていただき、その後船歌第5番、そして作曲曲第3番というふうに進んでまいります。そして最後はまたショパンに戻りまして、ショパンの、永遠の謎をめいた曲と言われております。今でも議論の絶えない、とてもそのユニークで、最高傑作と言われています幻想ポロネーズですね。もともとはポロネーズ幻想曲という名前になっておりまして、ポロネーズでもあり幻想曲でもあるという、そういういわゆる幻想的なポロネーズではなくて、もう完全にこれは幻想曲